どうも皆さんおはこんばんにちは。あそうです。今週もバタフライやっていきたいと思いますが、その前に1個告知をさせてください。 10月2日の日曜日18時30分から大阪の東梅田駅周辺徒歩5分圏内の場所で水泳系 YouTuber として頑張っていらっしゃいます水泳お父さん Z さんとの対談イベントをやることになりました概要欄にリンク貼っておきます今回録画やアーカイブの配信ライブ配信といったものはせず現地にいらした方のみに えー、情報提供させていただくということをねやらせていただく運びとなりましたので、まあ、ぜひよろしければねお近くの方関西圏内にお近くの方会いに来てくれると嬉しいですジャパンマスターズが終わりたての状態で話すことになりますので、まあ、かなり温度感高くレースまでの取り組みについてなどお話できると思います是非大阪でお会いしましょうでは内容いきます 本題に入る前に何とぞ本日の内容はできるだけキックの力を使わずに自分が必要な分だけ体を水中に潜らせることそしてグライド伸びる時間ですねこちらを作っていけるようにしていきたいというのが今日のテーマになります。まあ、先週くらいまで まあ、お腹を使ってキックをしようということを、ね、メインのテーマに、まあ、クロールですとかバタフライですとか解説動画出していきましたけれども、まあ、これがしっかり使えるようになってくると足で一生懸命蹴るということをあまりやらなくても体を水中に潜らせることができるようになっていくんですけれどもここでもう一つ足とかお腹だけじゃなくて手主に指先ですねこちらの方に こちらの方もしっかりと使っていくことによってよりグライドの時間であったり自分の体を水中に沈めるということがやりやすくなりますでこれをやるために必要なことというのがですねイメージを多分つかんでいただきやすいのがヨガのダウンドッグというポーズなんですねダウンドッグって何という方が。 いらっしゃるかもしれないので一応僕がダウンドッグをやっている映像を載せておきますけれどもこれはちゃんとヨガやられてる方からしてみたらなんなんこのポーズっていうぐらい下手くそです。と言いますのも僕自身の体が硬すぎて本来であればこのシーンでかかとはしっかり地面につけておきたいんですよね。 けど僕も,うももの裏とかが硬すぎてもう全然かかとつけて膝伸ばすとかできないので、まあ、こういった形になってるんですけどこのように腰を天井の方に向かってて高くく上げていくといとうポーズですねちなみに本物のダウンドッグ映像あるんでこちらの方が多分イメージつきやすいかと思いますダウンドッグなんでこの伸びをしてる犬の様子ですね はいこれが本場のダウンドッグになりますま腰を高く上げて、ま、胸を下に沈めていくといったポーズになりますこの本物のお手本をご覧いただいた後にま僕のダウンドッグを、ま、見ていただいて、ま、全然ね僕のダウンドッグ下手くそなんですけれども腰を高く上げてで胸をできるだけ床の方に向かってね沈めていくといった形がダウンドッグになっていくんですがこの時に 床をですね自分の手で一生懸命押すというのをやってもらいたいんですね。そうなってくると、まあ、自分の腰は天井の方に向かって上がっていって手は床の方をグッと押していくのでこのようにはい上下に引っ張り合う力というのが生まれてきます。でこのの時に何を感じてもらいたいたかというとう自分のお腹 自分のお腹にどのような力が生まれているかというのをしっかりと感じ取ってほしいんですね。まあ、僕の感触としては、引き伸ばされて腹圧が高まる、まあど,まあ、どちらかというと陰圧が高まるって言った方がいいんですかね。引き伸ばされることによってお腹に力が入っていくという感触が僕の中にはあります。まあ、そのののような感触がこのダウンドックの状態で しっかりと感じることができたらこの感覚をバタフライに持っていきたいということですではそれは一体いつ使うのという話になると思うんですけれどもここですキックを蹴り込んでグライトのポーズを取ろうとしていく時ですね、まあ、この瞬間に、まあ、このポーズ感とほぼ一緒になるという感じですで ま水中なので床がありませんから手のひらで床を押すというよりかは指先の点で水を押していくといった方が表現としては近いかなというふうに思います。この時に自分のキックキックがですね足をお腹を使って足を動かすことによって キックをした時に腰が上に上がっている状態が生まれてると思うのでこの時に指先でしっかりと、まあ、潜っていきたい方向ですねここではちょっと斜め下の方向に向かって指先伸ばしていってますけれどもこの時にダウンドッグをやっている時と同じ状態お腹の状態がこのポーズの時に作れるということができれば。 先ほどスイムで映像を見せたようなバタフライで入っていった時にお腹とか足の力プラス手を押し込んでいく力というのを使うことによって。 より効率よく自分の体を水の中に沈めていくことというのができるようになります。まあ、もちろんゆっくり泳ぐ時であればこちらの映像のようにゆっくりとそして角度を少し深めに使っていきますし早く泳ごうとする時であればその指先を伸ばして押し込んでいこうとする動きはより水平方向に向かって行っていくという形になっていきます。ですのでお腹とか足とか。まあ 蹴り込みの力だけで自分の体を潜らせていこうとするのではなくて手の先の先までしっかりと使っていくということが実はバタフライで伸びを作っっていくたためには必要なことだったりしますですので感触がよくわからないという方はまずダウンドッグの練習をしっかりとやっていただいてでこれもできれば身についたな思います。 という感じになるまでは泳ぐ前に毎回やっていただいた方がいいかなと思いますまあ、人間やっぱり感触ってどんどん忘れていってしまうので、まあ、毎回しっかり思い出すといった意味でもダウンドッグちゃんとやってから、まあ、まずはバタフライのキックだけ キックだけの練習で、まあ、毎回毎回自分のねお腹がダウンドッグをやっている時と同じような状態になっているかというのを確認していただいてその段階を追ってから、まあ、スイムの練習につなげていただければと思います。いかがでしたでしょうか。がでででししたょう自分で いうのもなんですけれども自分のダウンドッグの下手さにね驚きを隠せませんしまあ、体硬すぎるからなんですけれども身近にめちゃめちゃいいお手本がいてくれて本当に良かったなと思ってますこの1週間ひたすらダウンドッグをするきなこの映像を撮れるかどうかというところでこうカメラを構えては待ち構え やってくれれななないいみたたたたた週間ででした <laughs> たまたま撮れた1回があのショットですもしよろしければチャンネル登録と高評価ボタンそしてコメントなどもいただけると僕のやる気が爆上がりしますんで何卒よろしくいたやるよよろしくお願いいたしますではまた次のエピソードでお会いいたしましょう失礼つかまつりますごめん